よひょうじトメンです。俺たちが人を全員見たことある人。本当にね、一人足りないですけど、今回は申し訳ないです。はい、ということで今日の企画、トメンに1対3なら勝てんじゃねえ。おぉ、まあまあまあね、結構バスケやってはったみたいで、けど見た感じほんま上手いんですよ。あの一人覗いて一番最初決めましたから。最初に僕がやけど、もう動きほんま妖怪みたいな。そう、ということで、はい、やっていきましょう。ゴーボーイ。さあ今日も元気に実況始めていきましょう。どうもショートトークなんですけれども、今日は実況やめようかな。これイケメンが3人でバスケ、それだけでええやん、それだけでええやん言うてますけども、まあ喋っとこうか、なんか喋んの仕事やから俺、うん、ということでね。はい、トモヤンがドリブルをかましますよ。どう攻めるんですか。さあ楽しみなところですけれども、妖怪ゴールしてたんで。妖怪妖怪言われてるな、おい。メンバーの悪口は許しません。なんだかんだ仲良さそうやな、おい、羨ましいな、おい。俺も混ぜてくれ、おい、イケメンじゃないから無理。ちょっと待て、ちょっと待て、一人でね、一人でちょっと妄想してました、すいません。ということでちょっとね、バスケの方もしっかり見ていきましょう、皆さん。さあ、おっと、パス回しがうまいね。さあ、M 君バスケ経験者よ。オリックのナイスリバウンドから、もしかしてリア充シュート。リア充だから決めるか、すごいな。トムヤンのコンディションなんですけれども、こいつ前日ちょっと待って、入れる、ミュージックスタート。うまいな、 M 君、 M 君うまいな普通に。でちょっとね、トムヤンね、昨日ちょっと夜まで飲んでて、だいぶコンディション悪い中やってます、こいつは。僕その情報受けてました、ちゃんと。さあ妖怪がシュート、惜しい、妖怪シュート決まらず。さあトムヤンどうだ、いきます。おっと、おお、 なんだこの構図は。元気なイケメン女、オレンジの。さあ、トムヤンのドリブルが止められてしまう。みんなガチですから、これはやっぱりね。一つ足りないホワイトボード。大喜利集団じゃないよね、これ。一つ足りないホワイトボードは大喜利集団じゃないですよね。しっかり知ってますよ。名前決める時の動画でね、ホワイトボード一つ足りなかったんですもんね。知ってますよ。僕見てますよ。さあ、トムヤンもトリバウンドうまいよ。しかし、0対4だわ、トムヤンも余裕だ。さあ、いけん。てか、ヨキキ何してんねん、今思ってんけど。さあ、うまいフェイントだ、トムヤン。うまいフェイントからの。おー、ボールが出て今思ったことは、ヨキキ何してんねん、あいつマジで。ヨキキ君は二日酔いで休みらしいし、トムヤン二日酔いでしっかり来てんのに。まあいいか、まあ今度なんか動画とかでお礼してもらおうかな。いや、おー、裏の声が。さあ来ました、おっと、リック君から M 君の。リック君もねバスケ経験してたんで。さあどうだ、おーっと、ボールは取られちまう。さあ2対1、おっと、完全にヨシリンがね、ヨシリンがちょっとだいぶ、これヨシリン好きですよ。でもヨシリンがね、いじられてますけれども、同い年ということでね、ヨシリンは。他のメンバーちょっと年齢知らんけども。さあドリブルで後ろに行ってから、おっとくるっと回って、さあおっと1人抜いて2人抜いて入る。なんてこったよこの流れはよ。体が思うように動けへんってね、もうスポーツマンが言わない言葉ランキング32位のこと言ってますけど。さあどうだ、いやー、なんていうことでしょうか。なんかパス回しがうまいよ、リック。おっと、だいぶ持ってるよ、これ、オーバータイムと見せかけて、妖怪シュート決まらず。さあ、ここ止めよう、ちゃんとというね、やっぱ一致団結してますね。一致団結してるんやったら、4人で来いや。すいません、すいません、すいません。まあまあ、ヨッキー君はやっぱりそういうおちゃめなとこありますから。さあ、トムヤンのドリブルどうですか。てか、なんならヨッキー君の代わりにトムヤンでもいいんで、まあ、おっと、おっと。トムヤンもね、やっぱイケメンですか。どうだ、いやいや、決まらん、これは珍しい。え、ちょっと待って、この0対4時代長いな。0対4時代を打破するのはどっちだ。さあリックンが、おっとどうだ、おっと出てしまった、出てしまいましたね。さあトムヤンの攻撃。さあ、おお、なんかやっぱヨシリン個人的に好きやわ、うん、動きがおもろい、うん、動きがおもろいってのは悪口じゃない。さあトムヤン、おーっとディフェンスが惜しいな。なんだこのぬちゃぬちゃしたディフェンス、この粘着シートのような、何ですかこのディフェンスは。さあおっと、まだ抜けて、あ、抜けました。あ、さあどうだ、とだいぶ邪魔されてる、だいぶいる。何この混戦状態、このドートラフィックじゃん、お前。なんてことでしょうか。さあトムヤンが1点も決めれていません。経験もう4分5分になろうとしている。さあどうだ、リックンの、
さあボールをダムダムして3人の指示はうまいよ。さあ3個1シュートどう決まるのか。おっとどうだ、ダイニングスターからの決まってしまった、なんてことだ。3個1シュート0対6。さあマッチポイントは10点ですよね。さあ10点、しかしトモヤンは0点、こんなん見たことないですね。さあ来ました、東京というものは恐ろしい街だ。さあどうだ、おーっと0対8、マジやばいやん、やばいよ。トモヤン以前に俺も焦ってるよ。さあどうだ、0対8、え、マジこれ。さあ来ました妖怪が決めれるわけないやろお前は。すいません、ちょっとおっと本気をちゃんとしようって言われてちゃんとしようって言われてるやん。さあさあトムヤンがしっかり、トムヤンがね本気を出すって言ったらもう本気なんだそれは。さあ真ん中から狙っていくと見せかけてまた自分のペースに持ち込んで、さあ後ろから行くと思いきや何ですか、どう行くんですか。おっとさあまだボールは生きている、生きていると信じたい、生きていると信じたい。さあどうだ、さあいやすごいな、ボール好きやなこのみんな、ボール好きなやつらが集まってます。さあどうだ、決まるのか。おっとディフェンスだった、ああああどうだ、はい休憩してる、休憩します、ここで休憩します。どうしますか、大丈夫ですかこの休憩は。いやお前も休憩してんかい、お前も休憩してんかい。まあまあね、そんなこんなでね、なんかみんな仲良さそうでええやんって動画なんかと思いきやね、やっぱ真剣勝負なんで。さあいや嘘でしょ、このセンターから嘘だろ、ここは嘘でしょ。ミュージックスタートおっと思いきやまたミュージック、おもろいこの展開おもろい。さあどうだ、結局のところ誰が決めるんですか。ヨシリンは無理やそりゃ、ヨシリンはな、だってさっきまで決めてないねんから。なんで決まってん、素晴らしい試合だった、素晴らしい、ありがとう。また妖怪が、やったわっすね。俺こんな恥上がってんからな、6点ぐらいからちょっと頑張って決めて逆転してかっこよくシャイニングスターで終わるはずやってん。今日また妖怪がします。うるさいわ。いやけどあれ持ってたマジですごい、ありがとうございました。マジで、え10対0、嘘10対0、俺らしかシャイニングスター流れてない、うん、もうチーム負けじゃん、もう負けました。うわすげえ、初めて。いやけどこういうので負けたの多分つくわな。あら、じゃあシャイニングスターの権利を僕たちがいただいていた、俺らだいぶいい。いや、ありがとうございました。ありがとうございます。動画は人川さんの方でも出てるので、はい、ぜひぜひあの概要欄から YouTube 動画チェックしてください。お願いします。妖怪さんがすごい。ありがとうございました。すげえ。